Ah!
その理由は、新しいルールを作ろうとした。政治面で報道されたり、解説されたり。何はどれでお書きください。与野党が長年積み上げてきた運営方針というものを、一気に覆すことができるものかどうか。示されるようになりました。11日の読売新聞の社説と今回の議論で強気候と明確な責任を求めたの。次のニュースです。
なければならないですが、その処理方法や変えているのに要求を政府に
3分には3万円の大台を割り込みます。